とはいえ、まあ、ほとんど知識ない状態なんで、教えることは全然あると思うし、中級者、上級者っていうのを見ても、全然勉強になる部分っていうのはあると思うから、まあ、とりあえず見といて。とりあえず見といて。あ、なんか須田君はね、後で、孫とかとか、孫とかっていうのは実は言ってなくて、孫動画って言おうとしたら噛んじゃったんですっていうふうに言ってた。だから俺の勘違いだったね。孫動画って言ったらしい。終わった。須田のことは任せなさい。いや、時戸さん任せましたよ。時戸三条。旅行中の時戸が話しかけてきましたよ。おっと、危ねえ。当てるよ。きついっすよ。きついっすよ、これ。まあ一応ね、3人の2期生っていうことでね、いろいろとジャンル別に分けてるわけですけど、初心者、中級者で、中級者以上。あ、きついっすよ、これ。きついっすよ。へへへ。これな、これブランカきつくない？どうすんの？まただよ。これ待て、考えろよ。そのうち勝てるようになるから、待ってて。泣き言言ってねえよ。泣き言言うんだったらやめてるわ。ジャックためれんから、これね。おい、頑張って。困ったら頑張って。おーっと、このサプライズフォワードちょっときついな。へへへ。マジで。うわー、マジかよ。そう、溜めてたらね、グラップできないから、いきなりやられるときついんだよな。あ、中継か。
危ない危ない、やめて。うわー、これ終わったか。かー、これグラップできねえ。グラップできねえぞこれ。あ、EX アーテミか。あ、そうなの。言ってよそれ。言って言って。むずいぞー。カサスチ、カサスシって何。中継準備するか。これ何、何でんの。おい、やばいっすよ。前線弱風車。ほい。これ入る？入った、危ねえ。よし、ガン待ち。サプライズフォードやってくるか。へいへいへい。困ったら頑張ってみっすよ。へいへいへい。よっしゃ、来た。さあ、ガン待ちだな。いいっしょ、こんな感じでしょ。こんな感じでいいの。これ待ちだわ、攻めれん。そう、見た目ってか見てる人に対しては非常につまらないかもしれない。ヘイヘイヘイと
あぶね、あぶな、あべ、ミスった。抜けてくるんじゃねえよ。これマイス弱風車だ。へへへ。おっと。あっと、危な。やべー、やらかした。へいへい。へいへい、これはかくってんの。あぶねー。さあ月曜日になりました。月曜日、あ、そろそろ延長か。さあブルーマンで月曜日になっちゃった。あ、そう、1人5試合までいいよな。皆さん月曜日になったら仕事だとかなんか言って、俺も365日仕事だからちょっとあんまりあれだよな。今度休もうかなと思ってんだけど、休んだ方がいいかな。今も仕事中だよ。今が最も仕事中だよ。むしろ。お、立ち見 B、 孫さん、ボンちゃん優勝についてコメント、いいね。ボン優勝したね、よかったよ。ボン、あ、結構ね、俺ずっと見てたんだけど、実は結構ルーザーズ落とされてやばいんじゃねえかと思ったんだけど、そのルーザーズファイナルで勝ったことによって、あ、これいったかなって思ったね。いや、ボンは強いよ。マジャブホーより絶対強いよ。100%。てか、トータルで言ったら俺より強い。サガットはね。ただ、まあ、今現在はの話ですけど。怖い。痛い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 。ダッシュしてくるね。うまいね。へいへい。あ、やっちゃった。なんで空中ヒットしてんだよ。まあいいや、とりあえず
うざい立ち回り。やべやべやべ、これは逃げる。アップナイイエスイエス、ゲージたまるよな本当にこのキャラ。痛い痛い痛い、これこれこれ、おい飛び越えてくんじゃねえよ。へい、きたー、いい感じにうざい立ち回りできてる。よし、あぶねえ。よし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 、延長してやるよ、マコシ延長してやるよ、大丈夫だよ、心配すんな。まず弾ためながら逃げると、弾ためながら後ろに下がってね、この立ち回りよ、殴り合うな。えいえい、危ね、これきついな。え、スパイラル投げちゃうよ。お、しゃがみ中盤、あっ、あっ、たった後ろには判定がない。うおー、うっひょー、痛い痛いです。はい、もう殴りやすくない。なんでシャガーに潰されんだ。梅原優さん、フェンリル、フェンリルって何、誰、全然俺知らない人なんだけど、まあいいや、それは置いといて、ユウさんか、ユウさん梅原にはちょっと怒られるだろうな。弟子に募集した人、あ、そうなの、いたんだあん中に。フェンタム、ああ、あの人か、ああ、へい、よし、やめてくれー。お、
あ、なんだこれ。アップね。おい、バカ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 。ヘイヘイ。壊しが早いな。はい、画面端から出して。これこの空対空か、対空の段が一番高い。しゅあぶねえ。この人何回目、今何回目、これで3回目だよね。1、1、1、1、2、1か。あ、そっか、疾空があったな、忘れちまうなー。ねえ、一つのことにとらわれてはいけないよ。そう、弾ばっかりにとらわれちゃいけない。もっと視野を広く。忘れるわ。あ、うまい。中キックの発生が意外と遅いな、これ。わかったわ、気持ち早めにやんないといけないのか。暴れ潰ししてるつもりなのに潰されすぎる。痛い、逃げろ。うえー、あ、いけろ。逃げろ。ああ、飛んできたー。マジっすか。あれ、ジャンプ中盤からウルコンちゃんよかったのか。むずいね。上玉を覚えたよ。そう、下玉だけだと弱い。上玉のあの弾速の遅さを利用する。あれでも遠い場合でもさ、ウルコン入るんかね。逃げろ、溜めてる場合じゃない。当てるよ。ずるい。あ、いってて。引っかかっちゃダメだな、ジャンプ中やんないと。あ、痛い痛い痛い。逃げるんですよ。あ、投げが決まって、ないよ。
よっしゃ来た。これね結構確認できるようになったんだよね。おお、しゃがみ10番これダメか。よっしゃー、危ねえ。待ちだな、後ろ入れっぱ。で、これラストっす。ふぅ、これは息切れしまうぜ。対空がな、なかなか安定しないよな。えい、はどこ行ってんすか。あ、やばい。あぶねえ。ああ逃げろ。これダメか。やばい。やばいよ。これね、これ逃げるだけだわ。リターンを求めちゃいけない。やってね。これ反応できん。残中か。ここでもう離しとく。おっと。前ジャンプにしとけ俺。よし。よし。いっけー。遠い。これ遠いんか。あれは足払いか。足払い決めるのが一番いいのか。まあ、とりあえずありがとうございました。面白かった、面白かったっす。ありがとうございました。次々どう見てもセンターってそんな判断できねえよ、無事よ。いや、それにね、それにだよ、今の状況で決めるの初めてだから、もしかしたら当たるかもしんねえじゃん。え、俺この人フレンドじゃないぞ。さあ、
フレンドではないですよ。とりあえず大体フレンドじゃない人にこれちょっとパーティーとか誘われても大体シカトしちゃうんだよね。まああとはフレンド申請とかもメッセージ付きだったら大体 OK するんですけど、メッセージついてないと大体シカトします。大体っていうかほぼ絶対。小指まで使っちゃった俺。やばい小指まで使っちゃったぞ今。小指使わないと中盤体育ができない、全部溜めた状態。よし、イエス。よし、シューキックアバレ。おい何やってんだ俺、何やってんだ、すごいことなってる。手元カメラ撮りてえぐらいだよ。自分でもよくわかんねえよ。とりあえず中盤だけは使えるようにしなきゃいけないから、なんか小指使うね、薬指も使うね。指もう一本移植するか、そうすれば楽になるな。頑張って指増やせるもんだったら増やしてよ。指いっぱい張った方が有利だもん多分ね。はい、あ、やばいよ。なんでウルコン決めない俺。危ねー、スライド投げを中キックでやったよな。間違えちまうわ。
構引きつけても対抗できるの。あ、まだ飛んでくるの。マジっすか、ゲージ溜まってないですよ。よし、いい感じに練習になるな。これは相手も多分サブキャラだし。やっぱサブキャラになるとね、ちょっと動きが単調になっちゃうから、こっちとしてもいい練習になるわ。ちょっとセスはちょっと蹴るよ。セスは蹴りますよ、残念ながら。セスは蹴っちゃうっすね。練習したいんだよな。テイクシック覚えたいんだけど、なかなか使う場所が見つかんだよな。ドツボにハマったな。いや、あるよ、勝つしかしこっから先だよ、問題。おい、なんで俺はキック大キックやってんだよ。あ、きつい。取り返すつもりか、これからピーよ。やった。電子機入るか。これが釣られた。やばいよ、初期が割れた。間違えた。はい、はい、これね、練習なんねんだよな。ごめんね、ごめんなさい。ちょっとセスはちょっと勘弁して、見てるんだったらセスはちょっと勘弁していただけた方がいいかな。そう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 、こんな感じでね。え、これ何回目、ちなみに4回目これで。4回目、よーし、あと2回よろしくお願いします。搭載し、おい、
けろ。あぶねー、ルータ行く。ウルコンに当てた後サマーホールドして前ジャンプ中継で、はいはいはい、あーバカバカバカ、おいしい、こういうこともある。はそういうことあんの。早すぎさ。やばいっすよ。中ピー意味あるんじゃね。とりあえず空対空だよ。空対空、空対空。あとアピール、俺空対空狙ってますよっていう。ジュリのカラー白が良かったんだけど、白はいまいちの色だったんだよ。白の中でもいい色と悪い色があるからね。ちょっとね、白のジュリがお花畑にいそうでちょっと嫌だったわ。モチベが上がんなかった。いや汚いわけじゃないけど、ちょ お花畑系はちょっと。おお、これタイミングむずくない。痛い。あ、バカ。逃がさない、逃がさないと言ったろ。逃げジャンプ遅いすぎくるね。痛い痛い痛い、逃げろ。おー、パナしてった。まあありがとうございました。とりあえず公開ありがとうございました。ありがとうございました。さあそしてちょっとあと3分ぐらいなので、それで延長ちょっとします。ありがとうございました。お、来たね、見せつけ、見せつけ勢が来たよ。ジュリはこうやって動かすんだよ的な。おお、いいピーク持ってんじゃん。
いいね、先生だ先生。これを打っていく。お、判定強っ。マジっすか。おい、今かなり無駄したな。それ読んでいた。よっしゃ来た。どの状況でも離してくれ。しゃあ頑張ろう。ほら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 、いやでも勉強になること結構あるな。あるぞ。お、何やってんの俺。ほらほらほら。あら。よっしゃ来た。スライド投げは結構な有効に使っていかないと。おっと、抜けたんに。おい、しゃっ、よっしゃっ。あそこのジャンプ中キックのところをな、中盤に切り替えられたら。よし、これでこの人何回目？
今の次で3回目イエスイエス、ちょっと立ち見シーンを見るかねえ。マコさん風水使わんの？もうほうほうほう使わんねえ、使わないよ。見てる見てる。とりあえずね、あの結構一つ一つ整理っていうか手癖でいろいろ使えるようになってきたから、一つ一つの必殺技、必殺技の使う場所が分かんなきゃ意味ねえから。これは結構打てんな。あ、残念。おっと、あぶね。お、あ、当たった。マジっすか？マジっすか？当てみーあれだな、もう上やめよう。上はただの甘えだからな。ぶっちゃけ。ジュリ合計何時間？全部で5、6時間ってことだね。配信以外でやってないからね。おいおいおい、何回食らってんじゃん俺。マジっすか？配信以外じゃやってないよ。配信以外やったら某 T 氏とあの50戦ぐらい。